皆さんこんにちは。 NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんで主演を務めたり、ドラマクロサギでヒロインを務めた黒島結菜さん。黒島結菜さんといえば、時をかける少女で初主演を務めてから女優として活躍の場を広げてきました。しかしネット上では黒島結菜さんに対して嫌いという声が多くありました。そこで今回は黒島結菜さんの経歴や嫌われている理由についてご紹介します。まずは黒島さんの簡単なプロフィール、経歴についてご紹介します。本名黒島結菜、生年月日1997年3月15日、出身地沖縄県、身長162センチメートル、趣味カメラ。黒島結菜さんはソニーミュージックアーティスト所属の女優さんです。ウィルコム沖縄のイメージガールコンテストで沖縄美少女図鑑賞を受賞したのがきっかけで芸能界入りをしています。残念ながらグランプリではなかったのですが、代わりにブレイクのきっかけになったドコモの CM で起用されることとなったので、結果的にはグランプリが取れても取れなくてもどちらでも問題なかったですね。黒島結菜さんは写真が趣味で、大学でも写真を専攻していたそうです。この学科は多くの優秀な写真家を輩出していることで知られ、大物写真家として知られる篠山紀信さんも同学科の出身です。黒島さんが写真学科へ進学とは意外に思えますが、撮る側の気持ちを理解したいという理由でこの学部学科に進学しています。この学科を選んだのもやはり女優業のプラスにするためのようですし、黒島さんの女優としての意識の高さも感じますね。また大学の学費は全て自費で捻出していました。この大学では女優の高橋羽織さんはこの大学の同級生でした。高校時代から2人は面識がありましたが、偶然にも同じ大学学部学科に進んだことから大学でばったり会った際には驚いたそうです。とはいえこのことがきっかけになって意気投合し親友になっています。黒島さんは当時暗室で写真を現像する作業が好きだったんだとか。しかし女優として人気が出て両立することが難しくなったため大学は途中で辞めてしまったそうですが、現在もインスタで風景をメインにアップされていて、素人から見てもかなりお上手なのがわかります。そして黒島結菜さんのデビューのきっかけとなった沖縄美少女図鑑は沖縄のフリーペーパーです。沖縄のアーティストが沖縄の一般少女を作品まで昇華させるのがコンセプトの雑誌です。二階堂ふみさんもこの雑誌がきっかけで芸能界入りしています。実は黒島さん、朝ドラにはちむどんどんの他にマッサンやスカーレットにも出演していたり、大河ドラマでは花もゆや伊達天東京オリンピック話に出演していたりと NHK ドラマの常連です。映画活弁ではなんと第43回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。人気だけでなく実力も兼ね備えた期待の女優さんです。そんな黒島さんですが、 SNS では嫌いという声が多くあるそうです。次はそんな黒島さんのことが嫌いという人の声をご紹介していきます。1、演技ちむどんどん。黒島結菜さんが NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんで演じた氷川陽子役の演技力が低いという声がありました。声が大きい、うるさい、セリフが棒読みや表情が乏しいし演技がワンパターンなど演技力に対しての声が多数ありました。これらの多くの声は黒島結菜さん演じる比嘉暢子の役に対しての意見だと思います。監督や脚本にある役を演じるとどうしても演じている俳優さんにもイメージがついてしまうことがありますよね。2、箸の持ち方。黒島結菜さんの箸の持ち方が嫌いという声がありました。ちむどんどんでのシーンで料理人であるはずのちむ子の箸の持ち方が汚いという声や、演技ではなく普段から箸の持ち方ができていないなら大人としてどうかと思う、料理シーンの手つきや箸の持ち方なども適当だなと感じるし本人と悪い意味でシンクロしている、箸の持ち方も怖いけど鉛筆の持ち方も怖いなどの声が多数ありました。3、清潔感がなくて汚らしい。黒島さんが清潔感がなく汚いから嫌いという声が多数ありました。黒島さんのちむどんどん使用のヘアメイクが清潔感がなく朝から見たくないという声や、ちむどんどんでコック帽から髪の毛がはみ出るのは主人公として致命的なヘアスタイル、調理人としての所作とか、何よりも食べ方が汚いのは俳優さんの問題かと、多分黒島結菜さんご本人が陽子を愛してないからかもなどの声が多数ありました。
役作りですから仕方ない気もしますが、多数あったということはそういうことなのかもしれませんね。4. 眉毛。黒島さんはキリッとした眉毛が特徴の一つでもあります。眉毛の形は好みにもよると思いますが、太い眉毛が嫌いという人も中にはいるようです。しかししっかりした眉毛が特徴でも人気のある女優さんは多く、早見あかりさん、元桃色クローバー、新垣結衣さん、女優、マギーさん、モデル、海老原由里さん、モデル、石原さとみさん、女優など綺麗な女優さんがたくさんいます。一つ嫌なことがあるとどれも嫌いになってしまう人がいるのかもしれませんね。5. 色黒。黒島結菜さんは沖縄県出身のためもともと色黒だったのかもしれませんね。またちむどんどんは沖縄が舞台だったため色黒をあえて強調している可能性は考えられます。しかし色黒な女性は健康的なイメージで、活発な女性が好みの人には特に愛されているようです。沖縄出身の芸能人には新垣結衣さん、那覇市出身二階堂ふみさん、那覇市出身黒木明沙さん、名護市出身など沖縄出身で健康的で愛されている女優さんもたくさんいます。これも一つ嫌いなことがあるとどれも嫌いになってしまう人がいるのかもしれませんね。このように嫌いという内容のほとんどは黒島結菜さん本人のことではなく、 NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんで演じた比嘉暢子役のことを指していることが多かったようです。黒島結菜さんは沖縄出身の女優さんで、ちむどんどんは沖縄が舞台の物語のため抜擢されたんだとか。黒島結菜さんのことが嫌いという人の中にはやっぱり嫉妬や妬みがあるようです。黒島結菜さんはまだ若手女優の部類に入ると思います。そして黒島結菜さんのことを可愛いと思っている人もとても多いのも事実です。そのためどうしても NHK の朝の連続テレビ小説で主演を務めたり、ドラマ「クロサギ」のヒロインに抜擢されたことを嫉妬している人も多いのではないでしょうか。ドラマ「クロサギ」では平野紫耀さんとのキスシーンもありましたよね。可愛い人はどうしてもアンチも増えてしまいますが、ドラマ「クロサギ」では嫌いというイメージを払拭して黒島結菜さんのファンが増えたと思います。今回は地元では認知度の高い有名フリーペーパー出身の黒島結菜さんにスポットを当ててみました。試み的には面白いですね。他県も真似して飽和しそうですね。テレビ番組にはあまり出演していないようですが、時間が許せば番宣以外でもテレビ番組に出演していってもらいたいですね。黒島さんのことが嫌いという声もたくさんありますが、可愛い女優さんなので仕方ない気もしますよね。嫌いな理由のほとんどは NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんで演じた役柄のことを指していることが分かりました。黒島さんはまだお若いので今後の活動に期待して見ていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。